このチャンネルではバンライフで日本一周をしながら日本のうまいを世界へ発信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ピーカーチャンネル。始まりましたピーコバチャンネル、日本一外食グラビリティーチューバーうまいもはんなコバです。よーわよいしょ、あった、あれや、宮崎県延岡市にある湯の谷温泉に来てます。目が痛い、あと暑い、暑くなってきた。水ちょっとずつ足してそのまま足しながら行ったら、五右衛門の部分がすごい熱くなってるからさそれ五右衛門の部分っていうの今日の動画は宮崎の仕事も終わったということで、はい、お疲れ様の移動温泉旅行、はい、ここに来た後に赤牛丼を食べに行こうと思います。最後まで皆さん楽しんでいきましょう。レッツゴー。見てこれ、宮崎で人生の先輩にね、更新にしてもらった無料で、だいぶ変わってるね、これで ね、行こう、行こう。さあ、阿蘇に移動してきまして、赤牛丼の説明は今多分テロップで入ってると思うんですけど、赤牛丼食べるとなったら、だいたい遅くとも3時までに行かないとお目当てのお店食べれない可能性がある。3時以降やってるお店調べて出てきたのがね、2店舗だけかな、3時以降で出てきたのは。でもね、今回行くところはお目当てのお店だったからちょうどいい。ピーコバ。今回訪れたのは阿蘇市宮地駅より徒歩3分、よかよか亭赤牛館宮地店。駅近の街中にあり、夕方以降でも赤牛丼が食べられる数少ないお店です。すいません、失礼いたします。赤牛丼2つで片方ご飯を盛りできますか？あ、重りがプラス220円。はい、大丈夫です。
と赤牛カルパッチョサラダ1つ、はい、リンクバー2つ、リンクバーを2つ、はい、お願いします、はい、宮崎お疲れ様でした。お疲れ様です。おそらくコミュニティとかで話してると思うんですけど、この動画上がる頃には福岡県久留米市でカフェをオープンしています。福岡県、佐賀県、熊本県の情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、どうぞお寄せください。知る人ぞ知る居酒屋とか、結構宮崎がその情報でうまくいったって本当だよね、うん、めちゃくちゃ助かりますって。お引っ越しか。うわ、めっちゃうまそうじゃん。さよなら。ロボットの配膳で人員不足プラス何が一番改善されるかってクレームが入るらしい。やっぱり人対人だから人って何か訪問もしたくなるけど、ロボットに行っても仕方ないじゃん、だからクレームがめっちゃ減るんだ。まずこちらが赤牛カルパッチョサラダ。久しぶりの赤牛に胸高鳴って注文しましたが、1500円というお値段はサラダ史上最高額かも。果たしてお味のほどは。いただきます。いや、めっちゃうまそうだな。めっちゃうまそうだな。赤牛カルパッチョ、うまい。うまい。1500円の意味わかるよ。本当。ちょっと食べた、そのまま。やわらか。食べ応えある、うん。めっちゃ贅沢なんですよ。そしてこちらがメインの赤牛丼。熊本阿蘇に来たらこれだけは外せない絶品ご当地グルメ。うまいの確定しているものを食べるときって幸せですよね。行くで、赤牛丼。行っちゃって。うん、最高。これが食べたかった。めちゃくちゃレア。レア、うん、見た目もそうだもんね。あ、この肉味噌混ぜてもうまいと思うぞ。肉味噌、これはやっぱりうまいわ。豪快に口が飛んでたのかな。例にかもしれない。いや、それで赤牛は外せないわ、これやっぱり。温玉いっちゃいますよ。うん。うまくないわけないじゃん。どう転ぼうかさ。絶対うまい。うまいわ、ね、ご当地グルメの会の中でもさ、すごいじゃね、これ。めっちゃくちゃ忘れてたけど、やっぱりうまいわ。やっぱり食べに行きたくなるもんね、うん、最初の感動で言ったら、もちろんうまきにもあったかもしれないけどさ、お店、うん、の感じとさ、入りやすさとメニューの豊富さで言ったら、うん、確かに確かに。どんぶりで2000円って結構コスパ悪いけど、うん、多分その価値あるわ。うわ、カルパッチョ正解じゃない。正解な、うん。食事中に Today's City。 今日のコメントは何ですか。赤牛丼の動画。去年行ったのが今金食堂さんなんですけど、うん、ちなみに今金食堂の中にはマイケル・ジャクソンの戦式しかあります、うん、お店の人が輸入はサインを書いた後ムーンウォークで退店していったそうです。真偽は定かではありませんということです。それね、僕も確かにそのコメントいただいて調べたんだけど、うん、調べたんだ。真偽は定かではなかった。そういうね、うん、プチ豆知識みたいな、うん、
しいよね。面白い。褒めてます。ごちそうさまです。サイン色紙と言ったらあれなんだけど、オープンするカフェで、うん、遠方から足を運んでくださる方たくさんいるんで、サインの練習してるからちゃんとそのためにご都合であれば、あのピーコボ T シャツとかにサインして渡そうと思ってます。ぜひ車に足を運んでください。ピーコボのサイン色紙があるお店は鹿児島と山ヶ日だ。あ、ボン食堂、うん、そうか、ボンチか、そうだね。求められることが、そう、そうか、まだないんで、もっと書かせてくださいしたら言った方がいいか、うん、ピーコボ早っ、一瞬で大盛り食べちゃった。早っ。でも赤牛カルパッチョが当たりだね。どっちかって言ったら、うん、これ好き、衝撃を受けたと言いますか、うん、こちらのトレトレテだ。よかよか。熊本県内のチェーン展開するお店らしいから、いろいろダイニングバーとかあるみたいで、赤牛を食べたい方もおすすめです。おすすめ。今熊本の大観望のあたりを走ってるんですけど、マジで何も見えないんだけど、対向車来ないとマジで地獄。これやばい。前傾姿勢だ。珍しくね。うん。人生初の五右衛門風呂、景色が最高でした。そして赤牛丼はやっぱりうまい。熊本行ったら欠かせないグルメです。いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。動画の気になる商品や僕たちのオンラインショップは概要欄から。前へ向いてゴーマイウェイ、コブでした。日本はうまい。他のところで書いた気するんだけど、ちょこちょこ、あ、マジで、うん、少ないね。昔実家で書いた自分で。それは分かんない。母親に向けて将来ビッグになる男のサインだって書いた気がする。まあ、まだちょっとビッグじゃない。スモールだね。スモールだね。